島津軍は耳川の地で九州最大勢力の大友軍を撃破。その実力を九州全土に知らしめた。勢いに乗った島津は北に半島を拡大すると、肥前の領主有馬家は心中していた龍蔵寺家を離れ、島津に吉見を通じる。これを見た肥前の熊龍蔵寺高信は大軍を催し、有馬家を攻めた。島津は有馬晴信の援軍要請を受け、沖田縄手の地へ進軍。状況はまたしても島津劣勢であった。だが島津は諦めない。鬼島津義弘の秘策による熊退治が今始まろうとしていた。九州の将沖田縄手の戦い。いらっしゃいませ。ありがとうございました。大博打連れて行ってくれるんですね。龍蔵寺は30,000、島津は30,000。勝てる道理がないわ。おじ上、俺も出ます。戦も知らぬガキが足でまといよ。足でまといになれば見捨ててください。島津の恥となる死に方はしない。これで俺が死んでも兜は脱げない。敵の将兵も俺の覚悟を認めてくれるはず。言ったはずだ。命を捨てられる戦は一度きり。貴様には上運や立花を討つという目標があるのだろう。この戦勝つぞ。勝てるはずもない負け戦、覆すのが勝負の醍醐味よ。釣り延瀬第一次の藤井にかかる。忠元の部隊は山手の砦にて待機。海手の砦に鶴久の援軍が入れば発動だ。別動隊は砦の敵を撃ち、鶴久を撃て。この戦総大将はいい。頼まれようか。救うべきは春の子だ。策に夢中になって忘れるな。うわっ、沼地だって。足が取られる。豊久さん参上。あとは俺に任せろ。戦は必死。今からでも遅くない。国に帰れ。嫌だ。父上の危機を見捨てて撤退なんて、それこそ始末の恥だ。まったく、歯にじゃ変な癖が移りよった。敵将討ち取ったり。おお、助かりましたぞ。
押して参る。ダイジェスト。の布陣整いました。叔父上、攻めよ。敵地を奪い取るのだ。釣りの伏せ、圧倒的な劣勢。分かった。背を覆す。まずは敵前線を戦場中央の湿地帯に誘う。しまずな妙な動き。念のため山側の砦を奪取しておけ。湿地帯にはまれば敵の動きは鈍る。そこを山手海手から包囲するのです。山手、海手、双方の戦況から目を離すな。どちらが崩れる、釣りの伏せはな。第一陣かかれ。おじめ、この戦場全体を使って策を。大きい。それに比べて俺はまだまだだ。味方が中央湿地帯に密集していませんか。ああ、これは危険です。この臆病者が。島津は少数じゃ。力で押し寄せ。どんどん兵を投入せ。開門。釣りの伏せ第二陣の準備にかかる。戦場中央の味方は引き、敵の骨を誘います。
父上、龍蔵寺の援軍に来たものの、この形すでに高信は島津の術中では。はあ、龍蔵寺はやはり戦うべきじゃなかったよ。高信が誘い出されるのも時間の分かった問題だね。島津のふぬけめ、まったく攻めてこんわ。よし、奴らの死に様、この目で見届ける。殿、お待ちを。戦線が膠着している今、本陣を乱れて動かすなど危険です。空気の読めん男じゃわ。ならば増援を送り、さっさと勝負を決めい。心が戦を覆そうとしている。やがて攻撃の領域。分かった。揃って今釣りのぶせ第二陣かかれ。
10倍の敵に勝った？信じられない。今日は震えておらぬのか、ガキ。また俺を叱りに来たんですか。わしの感情すら読めぬようでは、常雲には一生勝てぬ。ではよくやった、ガキにしてはな。俺、島津の強さを改めて実感しました。みんな最後まで諦めず戦える。だから強いんだ。はしゃぐなガキ。まだ島津の道半ば。次は九州制覇だぞ。そして相手は常雲と橘だ。常雲、橘の際は俺の10倍以上。でも俺は諦めない。絶対に勝ってみせる。ならばわしも貴様の勝ちにかけてみるか。当たればでかかろうでな。